少し心配したんですけども、まあ、素晴らしい、天候じゃございませんが、ブローン日和といいましょうかね、素晴らしい、いい天気になりました。で先ほどもね、りょうちゃん、楽しみで楽しみでしょうがないというね、お言葉いただきました。ありがとうございます。こんにちは。橿原市役所市民協働課長の森でございます。本日は秋の寺小屋ということで、ご参加いただきましてありがとうございます。災害時のドローン、これが大活躍をいたします。で、そんな大活躍するドローンは、今日皆さん実際に動かしていただいて、どんな動きをするのか、どんな素晴らしい機能を持っているのかっていうのを、今日は勉強していただきます。今日はこのおじさんらにいろいろドローンの体験を教えていただきたい。そして災害にどんなことが役立つか、皆さんも自分の安全を守るためにこういうのを協力してください。最初にスイッチ両方入れますやろ、はい、ほんならここに青いランプがつきます、はい、これスイッチ入れますやろ、はい、こっちをこう入れます、はい、でこれランプつきますよね、はい、でこれを前と後ろにしたら消えます。わかんない、回るとね、胴体小さいでしょ。だからプロペラ回ると胴体ついて回るとするんですよね、ヘリコプターは。だから後ろにあるプロペラ4つあるから前へどうやって飛ぶのと思うんですよ。実はね、小学校の時にとか中学校の時にね、中学校の時に炎を打った時に糸に横でこれを打ったら上昇します。ここでこれを前に押したら上上がります。これを下に行ったら下に上がります。これを左側を前に押すと前へ突きと言います。で次に左側ボタンを押してください。そしたら駆動します。まあ、ほらこれを上下が左側を押すと、あ、誰か多分ね、誰かこれは次に行ったんだけど大丈夫です。写真や動画欲しいなというような事案があればですね、連絡していただいたら私どもが上映から上映から飛ばしてあかん。写真撮りながら、取材機に行って、
ですよ。